皆さん、こんにちは。こんにちは。このところ寒い日が続きますね。寒いですね。さすがにやっぱこう一年で一番ね、うん、寒い時期で間もなく大寒ということで、はい、やっぱ寒いですよね、この時期ね。今なんか、日本海側とか、そうですね、あと東北の方、北海道、あと西日本の方でね、普段こう雪の降らない九州とか四国の方でも結構積雪を記録して ね大寒波、大寒波です。本当ね、皆さんね、気をつけてね、日常生活をね送っていただきたいと思います。座長ばかりさんは大丈夫ですか？そうですね、やっぱこうどちらかというとお正月の食べ過ぎでちょっと胃が疲れてるか、なんでこれからは断食に入るそうです。いや胃をね、いたわりつつも美味しいものをやっぱりいただきたいですね。はい、はい、でもやっぱさすがにちょっと疲れてますね、はい、だからやっぱこう本当に7日のね七草がゆとかあるのかなと思いましたよ、はい、そうですね、じゃあうちはこれから毎日七草がゆ。いやということでいかがでしょうか。いや、美味しいものは気にせず、はい、どんどん美味しいものを作ってください、はい、もうそれだけが楽しみなんでね、はい、それを生きがいに頑張ってますんで、はい、はい、そうですね、まだまだね、寒さ続きますのでね、はい、なんかそんな時ちょっとほっとね、温かいものを飲みたいななんて思う時がまだまだありますね、はい、そうですね。ということで今回は何を、マリメッコとかアラビアのね、素敵な陶器をご用意いたしました、それからマリメッコと北欧の生地ということで、ご紹介いたします、陶器の方ではね、当ショップ初入荷のものもございますので、どんなものかなってこう、楽しんで見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずウニッコのね、マグカップですね。渋いですね。これは茶色というより茶色ちょっと紫も入ったような茶色ですね。そうですね、はい。で、マリメッコのマグには大体形として2通りね、ございまして、こちらはちょっと高いんですね。そうですね、高さがありますね。で、重量感があって、イギリスでね作られた時代のものになりまして、時々こうやって入ってくるんですね。かわいいです。かわいいですね。はい、しっかりしてますね。はい、こんな感じです。だから白なんかもこう釉薬がちょっと白というよりもなんかオフホワイトみたいな感じ。そうですね。青みはない感じですね。はい。ね、はい。素敵ですね。これカフェオレとかね、いいですね。ココアとか。私はお気に入りのカップ&ソーサーってあるんですけれども、やっぱなかなかこうカップ&ソーサーだと飲んだ後にやっぱソーサー回らなくちゃいけないって言ってもらって、ついついねこうマグカップってこう気軽にね、こうコーヒー注いでパッと飲めるからいいですね。洗ってのいつも私です。そうですか。はい、ということで次いきます。はい、はい、同じくメイドインイングランドの味ですね。ですね、素敵ですね、ベージュのニッコのマグカップ。そうです、はい、でイングランドのもの全体言うんですけど、ちょっと品質基準っていうんでしょうか、それがちょっと低くて、ちょっとね釉薬に凸凹があったりとか、中がちょっと砂地みたいな、すみたいなね、感じの仕上がりだったとか、まあ問題があるというわけではない、はい、はい、今回は2つ、ね、はい、ベージュですね。いいですね。でこちらもメイドインイングランドでしょうか。はい、マリメッコですね、以前この模様でね、赤をねご紹介したそうでしたね、はい、かなと思います。ちょっとなんかフィンランドの景色みたいな感じ、はい、いいですね、きっと見えるのかなと思います。はい、はい、こちらもマリメッコですね。かわいい。マリメッコのね。はい。
かわいいお花がいっぱいね。もう春を先取りという感じでしょうかね、はい、でこれはあのちょっと先ほどのイングランドの感じと違うと少しね高さが違うんですね、はい、白でも青みがかった白ですね。そうですね、はい、はい、海っ子こちらはシトラスグリーンと、はい、イエローと、イエローと。いいですね、いいですね。これから春から初夏ですね、はい、こちらもマリネッコのウニッコ、赤ですね、はいはい、で、あの雑用係さんの方はメドリーイングランドになります、はい、ですからやっぱりちょっとこう白身に違いがあったりとか、はい、高さがね違うんです、はい、どちらもそれなりにいいですね。僕は結構このイングランドの重量感があってなんか結構男性はなんかこういうのいいかな。そうですね、うん、はい、はい、もマリメッコですね。シュイですね。シュイです。クリスティーナイストラ、プータルハン、1997年のパターンですね。プータルハンとかガーデンかなんかの景色ですよね。そうですね。素敵です。はい、はい、こちらもマリメッコですね、はい。はい。これもクリスティーナイストラのデザインで。クラッシーですね。1998年のパターンでございます。素敵ですね。はい、こちらはマリメッコのチャールズ。チャールズなんですね。あのマイアイソラがこう買ったあの大事にしてたあの鶏のチャールズというね鶏が描かれて、はい、周りはガーデンでしょうか ね、お花が。お花で、あの実はこちらの陶器、マグカップでは初めてなんですけれども、生地の方でね、そうですね、一度ご紹介させていただいたことがございます。はい、かわいいです、チャールズ、かわいい、チャールズです、チャールズです、チャールズです。その辺は雑用係さんに伺いません。はい、雑用係さんのはティーマですね、ティーマのハイバイイエローでございます。いいですね、なかなか出てこないですね、はいはい、イエロー人気なんですけどね、復刻しないですね、ですね、うん、今復刻されても、うん、昔のと復刻では色が違うんですよ。色合いが微妙に違うんですよね、うん、このフィンランドで作られた時代もね同じイエローでね、はい、うん、いいですね。でこちらはアラビアのマグカップでイチゴ、かわいいですね、かわいいですね、今時期にいいですね、いいですね。私もイチゴ狩り行きたいですね。行きたいです ね、はい、今のシーズンぴったりの、はいはい、カップです、はい、素敵ですね、ティーカップです、はいはい、これ80年から90年頃の作り方ですね、はい、ピンクの花かな。そうなんです、それとこのドットが可愛いです。ドット そこの間にその茶色のドットが入ったところが可愛いですね。昔こういうドットだけのやつでピンポンっていうのがありました ね、かなり60年代の古いね、はい、カッパンドソースなんかそれをまた思い出すような、はい、このフォルムもまた素敵ですね。このぽっちゃり型が、ぽっちゃりがね、うん、可愛いです、はい、よく出てきました。で、あの今回はこちら三脚、三脚ですね、はい、はい、ご紹介します、はい、はい、はい、こちらはアラビアのプレートですね、デザートプレート、はい、周りにあのリンドウ、リンドウですね、かわいいですね、かわいいですね、その色もその薄いオリーブグリーンでね、はい、なんかナチュラル感があって素敵ですね。
でロゴ見ると多分1960年代のものですか、半世紀以上前のね、はい、古いデザートプレート、それほど傷もないですね。なくね、あれでケーキを。これ素敵。あの控えめなデザインだから何でも合いますよね。はい、合います。これ色がきついとちょっと難しいですけどね。素敵ですよ。これとなんかまたセット、ドミノとなんかセットでもなんか。素敵ですね。あとあのお持ちのね、マッカップとか、うん、コーヒーカップ、ティーカップなんかと合わせていただいても素敵ですよね。うん、そうですね、合わせやすいですね。うん、はい。レトロ感がいい。はい、陶器最後はマリメッコですね。はい、はい。こう大胆な色でね。はい。挑戦。マリメッコでも大体そんな感じですね。感じですね。うん、こちらは1枚だけの入会になります。1枚だけですか。はい。こ、はい、ケーキいいですよね。いいですね。これまた素敵ですね。はい、ということで陶器は以上でしょうかね。はい、はい、なんか温かみのあるものばかりでしたね、うんうん、なんかいい感じのね、はい、はいはい、こんなね、こういったちょっとかわいいカップとかでティータイムをね、まだまだ寒いのでね、楽しみたいと思います。本当こういうお気に入りのね、うん、カップでこういただく時間ってのはいいですね。好きですね。もう雑用学生それでまったりして一日終わっちゃいますから、はい、あの妄想家なんだね。それでこう、はい、コーヒー食べてこう妄想してそれでなんか終わっちゃうみたいなね。はい、それで一日終わっちゃいますから。いや、そんなことはちゃんと仕事してます。はい、ということでこの後は、はい、その陶器にも合う北欧の布の生地をご紹介したいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい。